はい、どうも、くまです。ドラクエウォークやっていきたいと思います。ですね、今日はですね、あの武器をゲットしました。これですね、はい。竜の女王の爪、ジェムを、ちょっと誘惑に負けて投入をしてしまいました。20連でね、武器だけ出てくれたので、即撤退という感じでございます。防具はね、もちろんないので、こんな感じで、前のね、防具を使っておりますが、このね、愛の平手打ち、女王の吐息、これをね、使っていきたいなと思います。吹き飛ばしね、これがいいよね。ドルマとギラ。ドラゴンの方に、より、稀に吹き飛ばすっていう感じでね、それ以外はごく稀にという感じなので、10%、15% とか、そんな程度なのかなと思いますけども、これがあると狩りは非常にしやすいんじゃないかなというところでね、やっていきたいと思います。いきなりスキルはこのエナジーフローは切ってあります。結構ね、MP 消費しちゃうんというか、結構、どんどん減ってっちゃうような印象があるので、竜の心だけ入れてあるような感じですね。はい。これでね、今回ドラゴンね、にすごい入るので、錬金百式ね、やっていきたいと思いますが、心はこんな感じ。ドラゴンと、ハテナハテナ系。で、ドラゴン特攻の真珠という感じでね。早速、錬金百式のドラゴン編ですね。これでね、むちゃくちゃ活躍すると思うんですよ。吹き飛ばしがどれぐらい入るかっていうのもあるんですけども、平均やっぱ1万ぐらいはダメージ出ますね。吹き飛ばし早速入ってくれたね。ただね、雷鳴の剣が強すぎるな。雷鳴の剣が強すぎるんですよ。こんなダメージ出ちゃうとね、ほんと他の武器使えなくなっちゃうよね。さあもう一回やっていきましょうかね。どれぐらい吹き飛ばしてくれるかっていうのもあるんですけども。さあ行こう。入らないね。そしてジゴスパークと。ただジゴスパークはめちゃくちゃ強いんですけども、MP の消費も非常に激しいので、ただいきなりスキルでね、倒した分だけ25ずつ回復しますっていういきなりスキルがあるので、HP が相手が100の状態か。100% 以上の時かっていう限定なんで、一番最初に動いてもらう必要性があると。素早さもちょっとこう、調整してっていうのがね。おー、いいね。全員吹き飛ばしてくれました。これがあると、最高ですね。これがあると最高。なかなかないんじゃない？全員吹き飛ばしなんて。なので、雷鳴の剣持ってる人は、やっぱり、一番最初に雷鳴の剣が動いてもらう必要性はあるんですけども、一発でね、超会心が出れば、本当に、一撃でね、討伐というかね、倒せるから、習慣も非常にいいと思うんですけど、めちゃくちゃダメージ出るな。本当に強いな。なので、唯一の弱点じゃないですけどね、がメタル処理か。36ダメージっていうところなんで、ただ、会心も入りやすいからね、防具揃ってると。会心も入りやすいから、結果的にね、倒せちゃうんですけども、会心入って。こっちはね、一方で、このメカゴールドマン、メタルゴールドマンも70入る。固定で70なんで、メタルエンゼルも余裕だし、そういった意味じゃね、狩りで、どっちがいいかっていうと、非常に難しいんですけども、雷鳴の剣持ってる人は無理して引かなくてもいいかなっていうのがね、正直なところです。ただ平手打ちね、あれもミスされないやつで、怯えがね、入るので、そういうのはね、活躍する場面が増えてきそうですよね。じゃあ今度は地図行きましょうか。レベル65のドルマ地図。青森のシャンの呪いの地図ですね。これで、僕は今、雷鳴の剣で周回はしているんですけども、ここだけちょっと変えようかな。ドラゴンダメージじゃなくて、でもドルマ使っちゃってるから、どうしようかな。いいか。A で行こう。A のドルマ。
適当につけていきますか。 7% でもまあいいよね。 7% で全員が全員 AS を持ってるわけではないので、はい。でまあ忍者でやってるんですけど、あれ、これはもしかしたら違うかも。ベビーニュートはさっきの錬金ですが、そうだね、錬金百式のが残っちゃってましたね。そうなんですよね。何を言おうとしたか、ベビーニュートが出てきて忘れちゃいました。はい。平均で1万ダメージはブレスで多分出せると思うんで、匂い袋やっていきましょう。ワンパン狩りはね、やっぱり難しいかもしれない。うん。でも、防具がやっぱりブレスの防具が結構優秀なんで、ブレスのダメージ盛るにはやっぱり、防具もね、結構必要だったりするんで、それが揃ってればもうちょっとダメージ出るかもしれない。おお、吹き飛ばし入ったね。1万以上出てくれたらめちゃくちゃいいんですけどね。うん。やっぱ闇流装備で衰弱が入ってくれるとめちゃくちゃ狩りはしやすいと思うんですが、やっぱも、闇流装備ないとダメなんかな。闇流の牙か。牙がないとダメかもしれん、ワンパンは。でもいいダメージ出るから、これね、もう一回攻撃してくれるの嬉しいよね、忍者のね。ドラゴンのがダメージ出るかもしれないですね。うん。なので、まあ、個人的には今回の武器は、強いんですけど、あったらいいなっていう程度って言えば、そんな感じでもしますよね。雷鳴の剣持ってる人は、どうなんだろうっていうね。これはまあいいよね。70で入るからね。破壊の鉄球持ってる人もちょっと似てる部分ありますよね。66メタルも処理できるし。ね、ダメージ。破壊の鉄球とセティアセットで使ってる人とか、雷鳴の剣を持ってる人は、無理して引かなくてもいいかもしれない。うん、ただこの吹き飛ばしは、耐性持ってるモンスターがあんまりいないって話なんで、そうすると、まあザラキよりも、ランプの、あの、覚醒戦利口か、それでも結構使える可能性はあるので、使ってみたいなと思いますけどね。うん。あと、祠でも、結構こう使える、吹き飛ばしが入る、耐性がないモンスターはね、使えるっていうこともあるんで、ちょっと祠もね、やってみましょうか。今回の武器はね、個人的には前回のブレスよりも好きです。やっぱ狩り、ブレスって狩り武器っていう必中がね、すごい魅力なところではあるんで、さあ行きましょうかね。いいね、入るね。入るね。タナト&ヒプノス。懐かしいな、こいつ。こんな感じで祠でもね、入るので、まあ本当に便利な武器ですよね。狩りとか祠では活躍する武器だとは思います。ギラとドルマ両方でね、吹き飛ばしも入るんで、うん、っていう感じのね、使用感でございます。はい。あの、防具も揃っているわけではないんですが、それなりにね、結構しっかりダメージは出るので、あの、非常に使える武器だとは思うので、あの、まあ、参考にしてみていただければと思います。はい。今日のね、動画は以上となりますので、よかったら見てください。それじゃまた。